おはようございます。朝ごはんを作っていこうかなと思います。今日はね、自家製のベーコン持ってきましたんでね。今日はね、朝からいい天気でちょっと、快適に過ごしてるんですけども、今ね、ご飯の方、ご飯というかね、飯の方を、薪ストーブの方にセットしました。まあ、しばらくね、炊けるまでしばらくかなり時間かかるんですけども、その間に、コーヒーの方を入れたんで、コーヒーの方をいただいていこうと思います。はい、それではね、米、ちょっと蒸らしてる間に、自家製のベーコンの方をちょっと焼いていこうかなと思います。はい、それでは改めて、ベーコンの方を焼いていこうと思います。それではね、焼き上がったんで、いただいていこうかなと思います。よいしょ。ご飯どんな感じですかね。いい感じに炊き上がってますね。
ちょっと柔らかいかな。よいしょ。はい、それではいただいていきます。ご飯にコーヒーって合わないんですけどね。はい、今日はね、朝、こういう風に目玉焼きとベーコンしたんですけど、昼は今日またステーキか何か焼いていこうかなと思います。肉が好きなんでね。このね、エヴァニューさんの、アルミポット、こちらですね。これ1合だけにはちょうどいいですね。ただまあ2合食べたい時はちょっと小さすぎるんですけど、まあ大概の方やったら1合ですもんね、ご飯ね。もうこんぐらいかな、1食2合食べたりするの。他にもいはるんかな。落ちた。